あさんこんこにちは設立25周年おめでとうございますありがとううごござざいいまますすりが会社やゲーム業界を振り返ってという話はこれからうんざりするほど聞かれると思うので社長の好きな漫画やアニメなど他のエンタメを振り返ってどう変わったかどう変わらないかを聞かせてくださいちなみにジャンプ誌でいうと1996年は前年に「ドラゴンボール」が終わり方針演技と「遊戯王」が始まりヌーベマキバゴル・ローニ・ケンシンがアニメでオンエアされてた年ですと。 そそうでですねね年年んな年でした、ね、我々、えー、サイバーコネクトっていうね、えー、会社が福岡で、えー、わずか10人で、えー、誕生したのがこの年年という、えー、年でした漫画やアニメのエンタメを振り返ってって言われてますけどもちょっとふわっとしちゃうんでね漫画業界の話をちょっと私から僭越ながらしておくとまあもちろん変わりましたよね、まあ、雑誌媒体がやっぱ変わりましたし一番大きいのはやっぱインターネットの普及そして特にこの10年ですけどもみんながやっぱスマートフォン を、えー、持ち歩くようになったサブスクリプションっていう月額固定でねお金を払って音楽を聴くとか、えー、アニメを見る映画を見るっていうことがやっぱ増えましたでこれは漫画業界も同じくです漫画アプリっていうものが百数十個ね、えー、今運営もされてますけど昔はね「少年ジャンプ」の漫画は「ジャンプ」でしか読めないなんてことが当たり前だったんですけども今ね例えば「金田一少年」。 なんかは、えー、いろんなあのアプリでも読めますしなんならジャンプ作品だって、まあ、全部じゃもちろんないですけども一部の、えー、作品なんかは他社さんの漫画アプリでもやっぱ読めるようになったスマホが、まあ、普及したことによって 漫画業界が大きくやっぱ変わった部分だと思いますしいつまでもなんかこう自社のプラットフォームでないとそれは読めないよって独占だよこれ読めるのはここだけだよみたいな分かりますあのそうやってビジネスはやるもんですからなんですけどもあのそういう戦略タイトルとは別に過去のね作品なんかは一人でも多くの人たちに触れてもらうために売り場を増やしましょうっていうそれでこう各社に提供してっていうのはあやっぱ良くなったなと私はあの思っています。 一方で今やっぱ漫画業界界隈でやっぱ言われてるのが韓国や中国を中心としたですねいわゆる縦読みフルカラー漫画っていうものがスマホで読むことに最適化されててそれだけでビジネスが成り立ってるまあ例えばその広告収入だったりあと単話売りだったりであのデジタルの中での単行本っていう考え方かもしれないですけども実は単行本でやるビジネス以上にやっぱ。 一一話一話を読むっていうことに対するあのビジネスに、えー、今特化し始めていて漫画業界でお仕事されている方々はあのこれから、えー、日本の漫画は横読みの文化は日本だけのガラパゴス化して、えー、世界はどんどん縦読みのフルカラーになっていくなんてことが 一部言われてるんですね各出版社も縦読み漫画を日本でも、えー、作家さんと一緒にこう作ったりとかヒット作なんかは全部フルカラー化をして、えー、世界で読んでもらえるようにするっていう動きがやっぱ勢いよく今あの展開されてるんですけどもどう思います私はじゃあこれから世の中がねあの縦読みになってしまって、えー、横読みの漫画がなくなるかっつうと、まあ、そうは思わないですよね。 紙の漫画や、えー、ゲームのパッケージなんかはコレクターアイテムみたいな、えー、形になってあのみんながねあの読むだけ、えー、遊ぶだけっていうんだったらやっぱりそのダウンロード。 で、えー、楽しむっていう世の中にはもう間違いなくなるじゃないですか。その流れは止まらないだろうなっては思います。た手読みの漫画でもあの面白いものいっぱいありますんで、私もあのいくつも、えー、読んでます。特に復習のドッコが大好きです。まあ俺だけレベルアップなんかもねものすごくヒットしてますんで私も読んでますけれども、あのよくできてるなってやっぱ思いますね。まあけどそれと日本の漫画の、えー、まあ良さ、えー、これまた別のものだと思いますので、まあどっちも面白ければそれでいいんじゃ。 いいでしょうかということで、えー、お話はここまで。ではまた